け上がれ日本は、津波が発生した時どこへどのように逃げればいいのか、実際にみんなで避難場所まで駆け上がってみる、そしてそれを地域の恒例行事にしていこうというプロジェクトである。宮城県山本町は海岸から高台まで約2キロもの距離があり、徒歩での避難が難しい上に高齢者も多い。そこで今回の駆け上がれ日本では、震災で課題になった自動車を使っての避難訓練を実施、東北大学災害科学国際研究所が検証した。宮城県沖を震源とするマグニチュード 9.0 と推定される地震が発生し、山本町では震度6強を観測、大津波警報が発令され、45分後には津波が到達するとの想定だ。災害科学国際研究所が主要道路となる国道6号線の交差点で渋滞の有無や長さ、台数、その時刻などを記録、交通量を調査した。訓練開始の直後から国道に合流する道路の2カ所で一時約400メートルの渋滞が発生、抜け道を使う車もあった。渋滞の後方は浸水域に入ってしまい、今後の課題となった。防災イベントでは、企業や大学、NPO などによるブースが出展され、防災用品の展示や炊き出しなどが行われた。いかに早く逃げる体制を確立するか、自分の命は自分で守る、この自助の精神を浸透させるのか、避難文化をですね、いかに定着させ、地域としての防災力を向上させられるか、このことが問われております。沿岸地帯には様々な地形のことがございます。歩いていったのでは、とても津波の勢いにはですね、間に合わない車を使わざるを得ないというか、それぞれの地域の実情に合わせた避難計画ということを作っていかなければいけません。やはり車というのは非常に危険を伴う。でこの考えるのは実は行政ではなくて住民が主体となって、住民間で調整しないといけないので、これらを解決するためには今日のような避難訓練と話し合いを継続していただきたいと思います。前は一度もこういう訓練に参加してなかったので、はい、3月11日の時は動転してしまって、こういう訓練は受けるべきだと思う。やるべき。やっぱり車移動っていうのは避難経路を頭にぶち込んでおかないと、やっぱり二次災害ってのは恐ろしいと思いますね。街の避難訓練をして、これで少しは早く逃げられると思います。東北大学災害科学国際研究所の分析により、様々な課題が明らかになった今回の駆け上がれ日本。この成果は今後、山本町の防災計画に反映されるだけでなく、同様の津波災害が想定される多くの地域にとって貴重なデータとして活用されていく。